はじめまして、異郷の旅人。君の名は前々から耳にしてたよ。もし君さえよければ、今日から俺は君の友達だ。ふん、今度一緒に美味しいものを食べに行かないか。俺のおごりだ。何かを忘れているような。庭の手入れはやったし、茶も煎じた。気のせいかもな。ここ最近使いすぎちゃって、もう10モラしかない。いや、まだ10モラもある。どうして急に雨が。大丈夫かい。俺の上着でしのごうか。こんな天気の日は野外をうろつかない方がいい。撃たれちゃうからね。雪の上を走るなよ。転んでも助けてあげないぞ。いい天気だ。散歩に行かないかい。おはよう。時間があれば俺と一緒に市場に行ってみないか。朝の野菜は一番みずみずしいんだ。今日のお昼は日用天ぷらに三色団子。ほら、君とパイモンの分もあるよ。それとお嬢と若野も。ってあれ、待てよ、自分の分を忘れてた。早く行こう。この時間は市場の魚が安くなる。何か買いたいなら俺が代わりに値切ってあげるよ。うん、おやすみ。今日もお疲れ様。夜更かししないで早く寝ろよ。お嬢も若も最初は俺を軽視にするつもりなんてなかった。俺は自分から志願したのさ。こういう仕事はすごく好きでね、全てを整えることにやりがいを感じるんだ。みんなの反応から見るに、うん、きちんとやれているようだ。住んでいる場所をきれいに掃除し、配置を整え、そこに住む全ての人を笑顔にする。それが警視の存在する意味なんだ。まあ今は君の家の分も一緒に頑張るよ。どうしてここで一人静かに食事をしてるんだい。俺も一緒にいいから。それとも一人で食べたい。もし君がメガリ儀式の時に将軍に立ち向かっていなかったら、俺はとっくに神の目と願いを失っていただろう。だからずっと考えてたんだ。君が身を挺してまで助けてくれた覚悟に応えるにはこうするしかないってね。トーマは己の武芸と忠誠を捧げ、全てを顧みず君のために戦うと誓おう。神の目を手に入れたからにはきちんと大切にしなきゃ。俺はこいつを失いたくないんだ。俺の長年にわたる人付き合いの経験によれば、モンド人よりも稲妻人の方が礼儀に対して気を配っている。常に礼儀正しい態度を保てば物事も一段とうまく運ぶようになる。昔からずっとタヌキがどうやって変化するのか見てみたかったんだ。噂ではタヌキは様々なものに姿を変えられ、道行く人をからかうらしい。とてもユーモアのある生き物だね。小動物は好きかい。もし君も好きなら今度郊外に連れて行ってあげるよ。俺が口笛を吹けばきっと可愛らしい猫や犬が集まってきて君の足にくっついて甘えるはずだ。考えるだけで楽しくなってきたよ。巫女様、どうしていきなり彼女のことを。普段お嬢から伝言を頼まれるとき一番行きたくないのが鳴神大社なんだ。いや、その決して巫女様のオーラが怖いんじゃなくて、その畏敬の念、畏敬の念だから。俺の故郷モンドではほとんどの人が風神バルバトス様を敬っている。しかし稲妻人の将軍様に対する態度は違う。なんというか敬愛と感謝以外に恐れもあるように思う。正直俺は将軍様に恨みなんてない。あのお方は確かに俺の神の目を奪おうとした。とはいえそれは将軍様が特殊な立場だったからだ。立場の違いというのは決して珍しいことじゃない。それよりも俺が納得いかないのはあのお方の目的だ。
将軍様の思い描く永遠の国が一体どういうものなのか、なぜ人々の願いを犠牲にしなければならないのか、俺には理解することも認めることもできない。南十字戦隊の姉子は本当に爽快な人なんだ。彼女は昔俺に約束してくれた。俺を遠い外界まで連れて行き、全てを遮る雷雨がどんなものか見せてくれると。ただ残念なことに、その機会はまだ訪れていない。若も本当に大変だ。情勢は移ろいやすく、人心は落ち着かず、同業の中には腐敗したろくでなしも多いときた。考えただけでも頭が痛い。俺にできるのは生活方面で手助けをしてあげることだけだ。お嬢は知識が豊富で考えも合理的、それに親切で優しく威厳もある。だが素直じゃない。そうだ、今度話をするとき、もしお嬢が何か話したくて躊躇していたら、もっと積極的に考えを聞き出してみてくれ。長野原花火屋の店主のことかい？彼女はとても親しみやすくて、ストレートに話をするタイプなんだ。そうだ、彼女の家の花火もすごいよ。機会があったら、たくさん見ておいた方がいい。ほら、割引券もあるから、君にあげるよ。はぁ、左右は頑固すぎる。何度頼んでも忍術を俺に教えてくれない。それどころか最近はわざと俺を避けてる。ただ弟子入りしたいだけなのに。俺がしつこすぎるのか。天領奉行配下の少量、うん、彼女と交渉するときは十二分に注意を払わなければならない。彼女は実権を握っている上、考えが固執しているところもある。おちゃらけた態度が通用するような相手じゃない。あれは巷で噂の怪人で、妖怪の血を引いていると聞く。彼に会ったことはあるかい？知り合いならぜひ俺に紹介してくれ。友達を作るのはいいことだよ。たとえ妖怪の友達でもね。うん、彼は天領奉行に属している探偵だね。自分の道を歩み、人とあまり関わり合いを持たない。それと探偵が必要な場面とは大抵が良くないことだ。やっぱり俺は嵐の中心から距離を置いた方が良さそうだね。グンヒルド家のジンさんがセピロス騎士団の団長に？確かに適した人選だ。彼女が優秀なのはみんな知ってるからね。え？まだ代理団長？肩書きなんてどうでもいいことだよ。君はエウルワ・ローレンスにも会ったことがあるのか？俺が知ってるのは、あの一族の人間がショーワルで関わらない方がいいということだけ。ああ、君とこんなことを話していると、またモンドの思い出が蘇ってくる。いいなあ。何か俺に手伝えることはあるかな？家の雑務や人付き合い、簡単に解決できるよ。ん？世間話？そうか。それならもう少し腰を据えて取り掛からないとね。君には言ったことがあったよね。俺は稲妻で生まれ育ったわけじゃなく、モンドから船に乗って稲妻に来たんだ。ここの環境と習わしが気に入って、若とお嬢のような親切な人にも会えた。だから残ろうと思ったのさ。もちろん俺も故郷が恋しくなる時はある。だから離島にいる外国の商人たちのことはすごく理解できるんだ。俺も彼らをできるだけ助けてあげようと思ってる。ただ唯一違うのは、彼らに稲妻へ溶け込もうとする気持ちはなく、通りすがりの客でしかないこと。ほとんどの稲妻人は彼らを身内だとは思わないだろうね。保守的な稲妻人にとって、外国人が奉行家の家臣をやるなんて想像もできないことだろう。だから俺も昔は歓迎されなかったんだ。あのお二方が俺を守ってくれなかったら、とっくに追い出されていただろうね。だから上里家の恩情に応えるために、俺もあの後一生懸命努力して、ようやくみんなに受け入れられたのさ。
このことは君に言っても大丈夫だろう。昔すごく故郷に帰りたいと思った時期があったんだ。なんと言ってもやっぱりモンドこそ俺の故郷だからね。だけど稲妻も捨て去ることはできない。ほら、俺ってたくさんの稲妻人から恵みを受けてるだろ。上里家には俺の部屋がずっとある。それに家族じゃないのに本当の家族より親しいと思える人たちもたくさんいる。苦しい思いをしたこともあったけど、俺を助けてくれた人の方が多い。そうやっていろいろ考えて、結局稲妻に残った方がいいと思ったんだ。もし本当にモンドが恋しくなったら、君と話をすればいいだろ。俺をしつこいと思わないでくれよ。最近は怪談話を聞くのが好きなんだ。千変万化の妖怪は本当に不思議だよ。その前は忍術にも興味があった。あ？三日坊主？え？いや違う。実は今本当に困ってるんだ。今晩若が友人を招いて宴を開くから、俺も腕を振るってカニのバター添えを作る約束をしたんだけど、ここ数日カニが全然買えない。まさか直接水の中に入ってカニを捕まえるしかないのか。一番好きな食べ物はと聞かれたら、四川おでんしかない。大きな鍋いっぱいに煮込んでみんなで一緒に食べるんだ。にぎやかで楽しいよ。食べ物だと別にないけど、飲み物ならある。俺はお酒があまり飲めない。笑わないでくれ。俺も自分が本当にモンド人か疑ったことがあるよ。でもお酒は体に良くないからね。飲まないのもいいことだと思うよ。いい匂いだ。ご飯をおかわりしてもいいかな。まだ時間はあるかい。料理の真髄を語り合おう。あまり食べたことのない味だね。悪くはないけど。さあさあ、俺についてきて。君の誕生日はもちろん覚えてるよ。ほら、盛大なパーティーを準備したんだ。食べ物も飲み物もいっぱいあって、君の友達もたくさんいるよ。君が生まれた記念の日だからね。一人にはさせないよ。これで強くなれるのか。冗談だよな。まだ服の洗濯が終わってないんだ。なんだか俺の心の中で炎が燃えたぎってる。強大な力を持った後は何に使えばいいんだろうね。しっかり考えないと。俺を信頼してくれてありがとう。君が与えてくれた恩恵は炎よりも温かいよ。安心してくれ。俺も自分のやりたいことを見つけたんだ。この力は堅牢な盾となり、君をずっと守る。